見るだけでジンマシンが出るくらい嫌いな食べ物ならあるわ。他の人には内緒よ。実は私、ピーマンが苦手なの。ピーマン体操の時は笑顔で食べてたから、そんな風には見えなかったでしょ？私の演技にすっかり騙されてたのね。黒歴史だけど、頑張った甲斐があったわ。公言したことはないから、知らなくて当然よ。私のイメージがあるんだから、絶対に秘密にしててよ。人の黒歴史を掘り返さないでよ。あの味を思い出しただけで気持ちが悪くなるわ。ああ、遠慮しておくわ。私、糖質制限してるから。ま、それなりにね。一人暮らしだし、外食や宅配に頼ることが多いけど。そうなのよ。野菜中心の料理とか、ご飯の代わりに豆腐を使ったものもあるからね。自炊しなくても栄養管理はできるってこと。ちゃんとわかってるみたいで、安心したわ。そんなことまで心配しなくちゃいけないなんて、プロデューサーも大変ね。それなりに栄養バランスも考えてるから、安心していいわよ。心配しなくても大丈夫よ。外食でも宅配でもヘルシーなメニューはあるんだし。何年もこの業界にいるんだから。この問題は、この公式を使えばいいんだっけ？そういうことじゃないけど、暇さえあればできるだけ勉強するようにしてるの。アイドルなんて売れても食べていけないし、旬の短い仕事だから将来のことも考えないとね。一応子供の頃から仕事してるし、事務所を辞めてフリーでやってた時期もあるんだから。おバカっぽいとか思ってる人もいるみたいだけど、こう見えていろいろ考えてるのよ。そりゃ堅実にもなるわよ。売れるために散々挑戦しては失敗してきたんだもの。こうやって保険をかけておくのも将来のために必要なのよ。わかってるわよ。それに人前では笑って見せるから心配しないで。私は実際に売れない状況を経験してるから、いろんな可能性を考えずにはいられないのよ。また言われてる。誹謗中傷ってほどじゃないけど、私に対する嫌な書き込みを見ちゃったの。慣れてるとはいえ、やっぱりいい気はしないわよね。私に好意的な書き込みを探すつもり？きっと時間の無駄よ。でももし見つけられたら、あなたのこと少しだけ見直すかもしれないわね。そうね、ただの感想だもの。無視するのが一番なのは私もわかってる。わかってるけど、気にしないって案外難しいのよね。そりゃ見なかったら嫌な気持ちにもならなかったけど、すでに見た後だからどうしようもないし、悪口を言われてる事実に変わりはないのよね。最悪な日ね。晴れ予報だったのに思いっきり降られちゃったわ。早朝よ。走り込みしてたら急に降ってきて、ずぶ濡れになったの。
走り込みくらいやって当然でしょ。役者もアイドルも体力は大事なんだし。確かに雨は最悪だったけど、あなたに褒められたのは良かったわ。心配無用よ。ちゃんと温まったし、着替えたから。髪だってちゃんと乾いてるでしょ。ここに来る途中で振られなくてよかったわ。私だって雲行きが怪しかったら対策するわよ。でも今日は晴れ予報だったし、出る時も晴れてたの。私が準備不足だったわけじゃないんだから。へえ、これいいわね。今持ってるものにも合わせやすそう。ファッション雑誌よ。見て、この帽子、可愛くない？合わせてる服もいい感じだし、これは欲しくなっちゃうわね。アクセントになるでしょ？服に合わせたコーディネートを考えるのも楽しくて、つい夢中になっちゃうわ。そうね、単純に好きなのもあるけど、やっぱり自分をよりよく見せたいじゃない。自分らしい魅力をアピールできるようにスタイリングには手を抜けないわ。それは芸能人だもの、最低限の知識として必要よ。でも私らしさは大事にしてるんだから、そこのところ間違えないでもらいたいわね。芸能人への質問コーナーで使ってるシャンプーの項目ってあるでしょ。芸能人が自分から明かす場合は企業へのアピールとかメリットがあると思うんだけど、ファンがそれを知りたがるのってどういう心境なのかしら。確かに髪が綺麗な人を見るとああなりたいって思うものね。私も髪には気を使ってるし、みんなが憧れる存在を目指したいわ。同じものを使いたいってこと？髪質とか人によって合う合わないがあると思うけど、憧れの人とお揃いだって喜ぶ気持ちはわからなくもないかもね。私は気にしたことはないわね。そうよ、素敵でしょ。やっぱり一流の芸能人は身の回りのものだって一級品じゃないとね。この業界はイメージが大事じゃない？いつ誰に見られてるかわからないからね。それにお気に入りのカバンを持つと楽しい気分になるじゃない。どういう意味？もしかして親に買ってもらったと思ってる？これでも一応売れっ子の子役だったんだから。普段使わなきゃいつ使うのよ。私のものなんだからどう使おうが勝手じゃない。燃えちゃってるわね。下手に謝ったりするから余計に加熱しちゃうのよ。知り合いの SNS が炎上してるの。この内容だとしばらくは収まりそうにないわね。対応も慣れてないみたいだし、かなりメンタルやられてるんじゃないかしら。商売がたきなんだし心配なんかしてないわよ。ちょっと気になっただけ。私もきつい時期があって気持ちはわかるから、追い詰められる前に沈静化してほしいわね。気をつけたって燃える時は燃えるし、不可抗力の時もあるのよ。けどまあ私はいろいろ言われるのに慣れてるから
スルースキルはそれなりにある方だと思うわよ。関わってもいない私が下手にかばうと火に油を注ぎかねないわ。私の発言に影響力なんてないんだし、何かできるはずだなんて期待されても困るわ。もしトーク番組とかインタビューの仕事があるときは、他の仕事より余裕のある日程を組んでくれない？それは、私が毒舌なのはあなただって知ってるでしょ？下手なことを口走らないように事前に話す内容を決めておきたいのよ。まあそうね、昔はいろいろやらかしてたから今は場の空気に合わせてるつもりよ。それでも口を滑らせることってあるでしょ？迷惑をかけたくないし、できるだけ対策しておきたいの。スタッフならまだしも、ファンには知られてないはずよ。子役の時みたいに大御所気取りしてるって思われたくないから。それはまあ会話の流れもあるから絶対ないとは言い切れないけど、それでも心配されるなんて。私にトーク番組の仕事は無理って言いたいの？もし何かの撮影をするならスタジオもいいけど、素敵な景色の場所にも憧れるわね。別にそういうわけじゃないんだけど、地方ロケだと旅行気分が味わえて楽しいじゃない？ふーん、否定はしないってことね。ダメ元で言ってみただけなのに可能性があると思うと前向きに頑張れそうね。でしょ？子役時代は地方ロケもよく行ってたけど、最近はなかなかそういう機会もなかったから、今すぐは無理だと思うけど、いずれは実現できると嬉しいわ。つまり今は無理ってことね。わかってるわよ、ちょっと行ってみただけだから気にしないで。プロデューサーって映画とか好き？こういうのって興味ある？ならよかったわ。チケットもらったからあげるわよ。監督や出演者に知り合いが多いから、こういうのよくもらうのよね。見たわよ。人は選ぶ感じだけど、私は面白かったわ。あなたも気に入ったら私と好みが合うのかもしれないわね。ダメならわざわざ聞かないわよ。もともと知り合いにって渡されたチケットだし。私も見たけど面白かったわよ。よければ楽しんできて。そりゃそうよ、長年この業界にいるんだから当然でしょ。ま、顔が広いだけで仕事にはつながってないんだけどね。私、映画やドラマや舞台はよく見るけど、ネット動画ってあまり見てないのよね。プロデューサーはそういうの見たりするの？じゃあ、おすすめ動画があれば教えてくれない？数が多すぎて何から見ていいかわからなくて。意外ね。てっきりアイドルの動画をおすすめされると思った。短いものも多くて見やすそうだし、仕事のストレスも癒されそうだわ。アーティスト本人の MV じゃなくて他の人がカバーして歌ってるやつね。最近はアマチュアでも上手な人が多いから参考にしてみるわ。
苦手なゲームをさっそうとクリアしてくれたら気分いい気がするけど、ゲームって自分で遊ぶから楽しいんじゃないの？それに長時間の動画が多くて疲れそうね。見て、プロデューサー。SNS の投稿で私の書き込み見つけたんだけど。世間の反応を確認するのは大事でしょ？悪口ばかりで気がめいることもあるけど、今回は違うの。ほら、久しぶりに見た有馬かな、やっぱり可愛い、だって。私の魅力を分かってる人もちゃんといるのね。確かに私だって、容姿には少しくらい自信があるけど、肯定してくれるファンがいるなんて思ってなかったから、なんだか照れくさいわね。昔はね。でも今は、箱推しのついでとか、イベントでの盛り上がりでっていう人も多いじゃない？目の前で褒めてても、裏で陰口叩く人もいるから、純粋に褒めてくれる人がいるのは、嬉しいのよね。そうね、久しぶりって書いてるし、私の子役時代を知ってるんだと思うわ。まあ私、細々と業界に居続けてたから久しぶりじゃないんだけどね。ねえ、プロデューサーは私のプロデュースをやめたいって思ったことある？自分で言うのもなんだけど、私ってひねくれててめんどくさいとこあるでしょ？仕事先では抑えて場の空気を守ってるけど、プロデューサーには素で接してる分しんどいかなって。ひねくれた言動を見せられて喜ぶなんて変わってるわね。でも嫌じゃないならよかった。これからも今まで通りに接するからよろしくね。本当に？変に我慢したりしないでね。急にもう無理とか言われても困るんだから。あなたも嫌なことやダメな時はちゃんと言って。その方が私も安心するから。慣れてるね。確かにここの事務所って私以外にも癖の強い子が多そうだしね。私がめんどくさいってことは否定しないんだ。まあ別に自分でも分かってるからいいんだけど。